ようございます。こんにちは、こんばんは。お元気でしょうか。X にね、たまにその昭和の時にこういうのが流行ってましたとか、こういう CM も流行ってましたとかっていうので、たまに似てたりとかしてるよ、うん。で、あの昭和のね、昭和じゃない、あの平成に生まれてきている人たちは知らない人がやっぱ多くて、知らない人っていうか、その CM 自体知らないとか、そのね、大御所、今は大御所と言われているのがね、中尾明さんとか、そこら辺の世代の人たちが若かりし日の時に、なんか CM とかさ、まあ、こういう番組が出てたよみたいな感じで紹介されている。いたりするんだけど、あのね、変わりないのよね本当にちょっとこわもてなその中尾明さんたちが40代とか30代くらいでも本当に同じような格好っていうか体型で同じような顔つきになってて、変わりねえじゃんって思うんだけど、あのよくよくその当時ね、あの30代ですとか20代ですとか言われたら、マジかって、昭和生まれの人間でもびっくりするような感じの年の取り方っていうか、40代で通じるよねっていうような感じのものだったりだとか、その太陽にほえろって番組がね、まああったりとかしてて、石原、今はもう亡くなったけど、都知事の、だいぶ前に都知事やられていた石原さんの弟さんがなんか主役というかなんかやってて、それもね、まだ30代くらいだったんだよね。30代、40代くらいの時なんだけど、50代ぐらいの貫禄というか、渋さというか、そういうのだったんで、かなりね、それはね、びっくりした。今はほら、すげえさっていう、今50代、60代っつっても、若く見えるんだけど、多分その、ね、70年代くらいにさ、そういうことに、の方は、渋く見えて当たり前というか、渋く見ないと、なんか、大人じゃないじゃないけど、あとね、本当に、今じゃあもう、見かけなくなったなっていうような、人形とかね、あったりとかしててっていうのもやっぱりそのなんか差別的な感じの意味合いで、それがなくなっその人形がなくなったとか、歌なんかもでもそうだなと思うんだよね。ちびくろサンボっていうのも、私なんか70年代ぐらいの生まれの人なんかは多分知ってると思うんだけど、ちびくろサンボもやっぱりね、アフリカ系の人たちを揶揄しているというか、チビだとか、まあ、それはね、知性のちっちゃい人をなんか揶揄してるというかね、差別的に見えているとかさ、黒っていうのも肌の色が黒くて、まあそれはアフリカ系の人に、なんかいろいろとね、あったりだとか、そういうのもあったんじゃないかなと思うんだよね。だから今、昔の歌でさ、
E テレかなんかでたまにやってたりとかするけど、やっぱ注意書きがあったりとかするね。その当時の時代背景とかそういうのがあって、こういう歌になってます。歌詞になっています。その時、それはまあご了承くださいみたいな感じになってるんだけど、多分その聞いてる親世代って私の40代から下の世代だと思うんだけど、いやちょっとね敏感になってるなっていうのはあるんだよね。まあ、もちろんその40代50代でも敏感になっている方もいらっしゃるけど、その当時どうだったのって自分の親世代に、そのおじいちゃんおばあちゃん世代に聞いてみるっていうことがさ、あんまなかったりとかするのかなと思う。って思うんだけどね。皆さんどう思いでしょうか。以上です。